やっほー、皆さんこんばんは。今日は平日の水曜日まで来ました平日が水曜日まで来ましたよ。皆さん1週間の半分、やっほー。そう、みんなっていうか今気づいてくれた方がいました。秋メイクだね。そう、今日は秋メイクを意識しました。秋メイクに秋服に、もう私は秋になりたい人です。そう、ネイルも変わった。お、みんなすごいね。すごく分かっておりますね。先落として、みちょん、今日はピンク。なんか今日割とさ、寒くはないけど秋来たなって思った気がする。涼しかった。今日これで歩いたけど全然暑くなかったですね。そう、もう6時半とかに暗かったから、外がもう夏も終わりだなって思ったけど、まだ気温は高いね。ちょっと30度ぐらいって書いてある。今日のリップめっちゃ秋じゃない超秋、超イエベメイク。わ、タコさんありがとう。ゆずこしょうさん、今日のリップはこちら2本つけてる。ちょっとつけてみようかな。落としてつけてみる。落ちないんだよねこれそういえばこのリップずっと結構頑丈で全然落ちないの。落ちない、どうしよう。なんか落ちるようなのも身近にないから今。まあまあまあこんな感じで、まずこちらをこれ塗り直して2時間ぐらい経つ。さっきのまず塗ります。もうほとんど色がさっきので。で次これ、これがもうめっちゃ秋、ほんとに秋です。これがほら超秋じゃない。秋の色ですよこれは。秋冬の色。あ、ついちゃった。内側だけに塗る。今日のリップはこちらです。こんな感じ。アイシャドウもちょっとブラウン寄りのにしたんです。みんなも真似してみてね。マック何番だ、
インパルシブ、インパルシブっていうやつ。私はブルベって言われるけど、わかんないです。はちゃんとあれしたことない。測ったことない。です。で、今日新しくゲットしたコスメがあるんですよ。で、エクセル。本当は違うものを買いに行ったつもりだったんですけど、売ってなくて、売ってなかったけどこの子を見つけてめちゃめちゃ可愛かったの。ハイライト？え、多分やばいと思う。つけてみる。ここにつけよう。超かわいいけど伝わるかな。あ、めっちゃかわいい。これ絶対公演の時につけたらキラキラかわいいやつだ。あ、全然わかんないねわかんないけどめっちゃかわいい色してる。わかんないね。ちょっとキラってしてる。わかんないね。悔しい。わかんなくて。ほらめっちゃかわいいの。わかんないね。映像だと。じゃ今度公園でつけるから見てね。めっちゃ可愛い。これおすすめ。皆さんもぜひ。伝わる？この辺に。今日ちょっと肌がツヤ気味だからあんまわかんないね。わかんないか。でも直で見たらめっちゃわかる。キラキラ。まあまあまあ、今度公園でつけた時見てください。ぜひ。エクセルのサナエクセルイルミクチュールアイシャドウ。アイシャドウだったんだだけどなんかしっとりめだから全然ハイライトにも使えると思う。私はハイライト用で買ったアイシャドウらしい。まああんまり気にせず目が痛い。めっちゃ可愛い。これメイクポーチにイン。あ、ちょっと待って届くわ。よいしょ。メイクポーチ事情最近の。よいしょ。最近のメイクポーチ事情をお知らせします。新しく加入した子が一人いるので。新入りさんがいらっしゃいます。じゃーん。秋、秋です。超秋。デイジークの05番、サンセットなんちゃら。ちょっと読めなかった。目が痛いのかこれ。ペイント頑張ってみて。そう、最近買ったんですよ。だから全然まだ新しい。今日もこれ。これはとっても秋っぽくて、秋って最高ですね。
こんな感じ、最近のメイク事情。ベーシックってラメが細かくてめっちゃ好きなんですよね、私は。なんかパール系よりザクザクのラメが好きで、パールというかちょっと細かい系のラメより、こういうこっち系よりこっち系が好きなんですよね。ザクザクな感じ、おすすめですね。はい、最近はこんな感じでメイクしてます。うんうんうん、はい、そんな感じです。今日はみんな何して過ごしましたか？水曜日お仕事かな。角砂糖みたい。何が角砂糖？あ、待って、なんか取れてた。うわ、すごい、めっちゃ リボンじゃん、緩くなってた。今日はね、二つ結びにして、あの三つ編みにしてみました。2個の三つ編み取れてた。いいね、半日寝てた、最高じゃん。海泳いでた？なんでなんで？サーフィンとか？お仕事か、みんな。お疲れ様です。もう終わったのかな？この時間は。煮沸だったね今日。そう、本当はね7時半って言ってたんですよ、けど煮沸だと思って8時半に変えました、配信の時間。すいません、変更しちゃって。今日は私はお休みをいただいておりまして、今日はねお出かけしてました。お出かけというか外出怖い、何外出って外出してました。まあこの髪捨てたら分かるよね。カレンが罰ゲームだったんだ、煮沸。意外だ、面白そう。ツイッター上がってるかな、後で見てみよう。今日の一日は何、今日は映画を見てランチして、ちょっとお買い物して帰ってきました。できた、2個、三つ編み4個の日。カレンレンパンスト？今日ねお昼にねパスタ食べて最高だった。ピリ辛、あ、なんだったっけ名前忘れたな、ピリ辛なん、ピリ辛なんちゃらなんちゃ、トマトベースのパスタで、辛いのはどうだろうと思ったけど、めっちゃちょうどいい辛さで超最高でした。そしたらなんか店員さんがなんかアイスの機械がをなんかなんだっけ、アイスの機械がをなんちゃらなんちゃらで、ちょっと全然頭が回んない、
アイスの機械がなんかあれだからって言ってアイスをくれたんです。サービスしてくれました。初めて行ったアイスの機械、アイスを在庫処分しないといけなくてみたいな感じで言ってた。アイス好きですかって言われて、好きです好きですって言ってもらいました。アイス最高、美味しかった。デザートパスタとアイス食べて最高に最高な気分で今日は一日終わりましたね。超いい日だった。なんか店員さんも褒めてくれて私と誰と行ったでしょう今日のデート、デート相手誰でしょう。正解さえちゃんだよ。さえちゃんとおデートしてきました。プリンセスさえ楽しかった。もう本当にいっぱい笑ってた、ずっとあの写真もね、あのさえちゃんが撮ってくれた。あ、それだ、アラビアータだ、それそれそれ、すごい、わかるの、すごい。そうなんです、ピリ辛アラビアータを食べました。今日はね、私がさえちゃんを独占しました。プププ羨ましいでしょそう、別府に旅行にね、さえちゃん行ってたから、あのさえちゃんの別府のお話とか聞きながら久しぶりに会ったなって感じでしたね。楽しかった。そう、 ET リングつけてたよ今日も。つけてあのご飯食べてたけど、パスタだからこうねじるからね、ちょっとあの途中からちょっと机の上に座ってもらいましたそう、今日月だよ。今日も今日も月。こんな口アップみたいになってた今、はず恥ずかしい、失礼しました。みんなインスタ見てくれたかな。みんな明日を頑張れば、明後日、しあさって、そのまた次も会えます。イエイ目撃者、目撃者ジャドラですよ。目撃者、目撃者、パジャドラ3日連続公演は久しぶりな気がするな。目撃者めっちゃ久しぶり、今月の1日にやってからずっとやってないね。半月ぶりです目撃者公演、楽しみ。早いね、あ、じゃあ早いじゃない、久しぶりだね。なんで私がこんなに頭が回ってないかと言いますと、仮眠をしました20分だからちょっと頭が回っておりません。20分に起きたんですけど、あの三つ編みを直してたら時間が過ぎておりました、すみません。そう、寝起きは頭が回りません。
DMM ね、 DMM 見るの楽しいよね。私もねめっちゃ見ます、 DMM で。まず終わった日に日付回るのを待って絶対に見る。最近は絶対に見て見返してから寝るんですよね。最近の公演後ルーティン、公演後ルーティン公演終わって帰ってきて配信とかお風呂とか全部終わって12時になって DMM 見ながら寝るという、見ながら寝ちゃう時もあるし全部見ちゃう時もある。寝落ちもしちゃうね。あ、リバイバル公演もたまに見ます。どんなこと気にしながら DMM 見る？写りですね。あ、この時はこっちのカメラから撮ることが多いんだとか、なんか写りをめっちゃ見るかも。カメラの写りを、振りとかも見るんだけどね。めっちゃ勉強になります。この先輩はこういうことするんだとか、こうやってやったらいいんだとか、めっちゃ勉強になる。だから次にね、私も真似しようとかできるし、最近のパジャドラは結構慣れてきて、カメラをねめっちゃ見つけるのにちょっとねできるようになってきた。自分じゃないなと思っても自分のじゃ後ろに映ってるだろうなと思ってこんなんしたりしちゃうすごいよね。でもカメラマンさんとか一人一人をさこうやって抜いてさ、すごいよって思いながら見てる抜かれそうだなとか思ったらめっちゃ決め顔したりする。楽しいですね。そういう楽しみもあります。公演 DMM もねいいよね。劇場ももちろんいいけど DMM も楽しめると思います。そう、目撃者、そう、さえちゃんとかウィンクめっちゃ上手で、いっぱい DMM でウィンクしてるから私も挑戦するようになりました。かわいいさえちゃんと思って。ウィンク、目撃者でウィンクしてる。パジャドラでやったことないかぜひ皆さん DMM でも見てみてくださいね。I love you! ちぐまさんありがとう。セーフでウィンクしよう。どこでしようかな。こうやってやってる時髪の毛で埋まっちゃいそう。ありがとうミラーボール。おちぐまささんありがとうございます。うんうん、おータコもありがとう。たこ焼き食べたくなってきた。ありがとうね。サンマ好き、サンマ好き、カボスと食べるサンマ好きかも。今年はまだ食べてない。もがみ様を見るためだけに博多行こうかな。博多福岡じゃない方かな。ぜひ来てください。会いに動いてる私を見に来てください。動いてる、今も動いてるか。
キスはできない、ごめんね。皆さん純情主義と思いましたか、私のユニット、新しいユニット。純情主義をさせていただきました。うちわ持ってったら気づいてくれますか？え、絶対に気づきます。私はうちわには敏感です。敏感ですはちょっと嘘だけど、全然見つけます。見つけるというか目に入るから、とっても嬉しい気持ちになります。やっぱりうちわをね持ってきてくださってるとね嬉しい。うわーありがとうございますってなる。しかもなんかみんな手作りじゃないですか、そこにねすごい愛を感じますね。手作りのうちわとかいるじゃないですか。あのグッズのやつとかもねもちろん嬉しいんですけど、手作りのを見ると想像してしちゃう、しちゃうっていうか想像して、あみんなこうやって印刷してこうやって切って作ったんだろうなって思ったらめっちゃなんか愛おしくなります。勝手に愛おしくなっちゃってるけど嬉しいね、めっちゃ。ああ私のために時間をつく、あタコありがとう、ゆうたろうさん。そうそう、ありがたいなって時間を割いてくれてるの嬉しい気持ちになります。あおタコありがとう、銀一のケインさん。野菜の農家の人の顔が浮かぶ感じだ。そうそうその通りです。ありがとうございます、いつも。ありがとう。8083、読み方合ってる？808かな。文字だけと写真はどっちが気づきやすい？でも大体気づく。まず私が前髪こうじゃないですか、大体で前髪がないこのシルエットで見て、あ私だってなります。遠くても、あれおでこ出てるから私っぽいなみたいな。自分もデコで判断してる。ありがとうルンルンさん。だるま、いっぱいありがとう。808か、808で覚えますね。そうでこがトレードマーク。てか北条屋行きました、私って話したっけ、した、北条屋行ったって話。何を言って何を言ってないかもうね分かんなくなっちゃうね。してないか、北条屋に行きました。そういえば誰と行ったでしょう。すぐ問題にする。正解、純情主義の子たちです、子たちです。もがひざわで行きました。そうなの、みーうーちゃん、ざわちゃんとひーろと3人で行ってきました。2人はね初めて北条屋に行くって言ってて、もうねなんかワクワクしてて可愛かった。私はね何回か行ったことあったんですけど、お化け屋敷はね、お化け屋敷の前で一旦どうするってなんか結構怖いらしいよって言ってたんですけど、まあ、結局入らなかったですね。
お化け屋敷は断念しました。そうめっちゃ楽しかった、超楽しかった。3人でねずっとあの食べ物をね、なんか我慢しないで好きなものを食べようっていう目標を持って3人で行ったから、そうめっちゃね何食べるっていう時間がすごい楽しかった。私はねシャインマスカット飴とお好み焼きとカステラ食べた、ベビーカステラ。そういっぱい食べましたね。行った時がね、ありがとう、なんて読むんだろう、お名前教えてください。メンバーに会ったよ、あのココハとシブイちゃんに会った、遭遇しました遭遇したのよ。中曽根角栄さんありがとう、教えてくれて、だるまありがとうね。うん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 、そうベビーカステラ買ったんですけど、中になんとカスタードが入ってて、あのカスタード入ってるベビーカステラ初めて食べたから超感動しました。美味しいって思って楽しかった。暑かったね、ちょっと。なんか本当に夏を締めくくった感じがありましたね。本当にそう、なんか写真載せるタイミングがあったら載せますね。そう楽しかった。だから夏はもう終わったなって思ってます。楽しかったね、秋が来る。秋はコンサートがたくさんあるから楽しみですね。ハロウィンもあるから。愛はいつだって流れ星ね、不意に現れて、たまにねあのインスタ返すんですよ、コメント。だから皆さんたくさんコメントしてください。毎回ではないんですけど、今見てる、ちょっと皆さんの反応を見つめる。このコンバースのバッグ一回あの買い物に行った時にうわめっちゃ可愛いって一目惚れして、一旦ちょっと考えようと思って一回帰ったんですよね、その日は。でもう一回行ったらまたあったから、もうこれは絶対にゲットしたいと思ってゲットしたんです。この日今日持ってるバッグ、コンバースのバッグめっちゃ可愛くないですか。ちょっと白もあったし、ちょっと違う形もあったんですよ。でも本当にね迷いすぎてどうしようどうしようって思って黒にしました。白はあの汚すだろうなと思って
あの黒にしました。安定の。でも白もねめっちゃ可愛かったんですよね。あと違う形もめっちゃ可愛かった。持ってないような形、ちょっと見せたいな。コンバースバック、どの形、ね、しかも人気ですよって言ってたから、でもこれ売り切れたら悲しいなと思って、2回目に行ってやっと手に入れました。このバッグちゃん超最近使ってる。めっちゃ中身がね入るんですよ、いっぱい。だからねいっぱい使っております。最近コンバースちゃんです。このバッグを持つときはあのコンバースの、コンバース履いたり星のピアスつけたりしてます。めっちゃ寄せてるコンバース。あれーどれだったっけな、ない、なんかなくなってる、なかった。でもそう白とそのラインが赤でめっちゃ可愛かったんですよね。そういう感じです。黒を選びました私は。そう、バケハ買ったよ、ゲットしたんだ新しいの。確かにコンバースって歴史めっちゃ長いよね。安弘さんタコありがとう。おたこおたこありがとうね。ローリーさんありがとう。コンバースのブーツ持ってない。そう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 、めっちゃ秋服最近、秋服をねこの前買いに行って買ったから早く着たいんですよね。だからちょっと早く寒くなってほしい。厚底スニーカーは持ってる、コンバースのピンク持ってます。コートは買う予定、コートは考えてなかったな。私はね今狙ってるものがあって、レザーのちょっとブカッとしたジャケットみたいなのにを狙ってる今年の冬は。だけどねまだまだね暑いからね買ってないんだけど、今狙ってるのはそれかな、レザー。まあ、肉まんの季節だね、最高だね。思い出した、あの2月、去年、今年だ、今年の冬にあの君はもっとできるの16枚目シングルの PV 撮影があったんですけど、その時がめっちゃ結構寒い冬でみんな凍えてたけど、肉まんとかあんまんとかをケータリングで用意してくださったの今思い出した。めっちゃ美味しかったんですよ。もうぬくもりがすごくて、おでんもあって、うわそれ思い出した。うわその季節がやってくるよ、最高だね。おでんとか肉まんとかもうあったかいものをいっぱい用意してくださって、いっぱい食べちゃいましたその日は。最高だった本当に。あんまんとか、私はあんまん食べた。うわー冬だな、もうすぐ来ますよ冬が、あっという間にね。そう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 、本当に。
冬がやってきますよ。2024やばいね。冬ですよ。秋、紅葉とか見に行きたいな。昨日ね、映画見たんですけど、おすすめしたい。天国からの奇跡っていう映画をね、昨日見たんですけど、とっても良かった。めちゃめちゃ感動しました。なんか、愛ってなります。こうなる。人のあったかさに触れるような映画になるので、ぜひ見てください。次の日何もない日がいいかも。めっちゃ泣けるから。もうね、一人でこらえてた、ずっと。本当にこれです。人のぬくもり、愛。なんか暖かいなってなるからね、絶対にって言ったらあれだけど、ちょっと気になった方は見てほしいな。映画とかで泣くの？映画結構泣くかも。おっさんでも泣ける？泣けると思う、多分。なんだろう、なんか、結構感動したなって思った。私は温かい気持ちになります。そう、本当に考えさせられるというか、人には優しく愛を持とうって思うと思うので、ちょっと心がダークになっている方はぜひ見て、白いね、心を取り戻してください。なんか今全部失礼だったね、今。ごめんね、間違えた。違うんだ。まあやめとこう。みんながダークって言ってるわけじゃなくて、もしちょっとでもダークになりつつある方は、その映画を見るともう真っ白になりますってことを言いたかった。オッケー、わかるかな。ダークって言い方悪いね。まあ見たらわかります。天国からの奇跡、どうぞ見たい。見てね、ぜひ。そう、本当に心が綺麗になるよ。なった、私が。そうなったのよ。だから見てね。私はね、吹き替えじゃない、あ、吹き替えで見た。MC みたいだったよね、今。それではどうぞ。俺はダークでもいいよ、その分ナナカ様が輝いて見えるから。おお、なんか深め、深いな。そう、なんかね、昨日はめっちゃゆっくりと過ごせて、お風呂に浸かりながら、半身浴しながら
映画見たんですよ。ちょっと半分ぐらいまでね、ちょっとのぼせちゃってすぐ上がったんだけど、リラックスした一日でした。昨日そうだね、最近公演がね、目撃者公演がねないから、割とゆっくり過ごせてる気がし、うわ、ほどけてきてる、ゆっくり過ごせてますね。まあ明日から早いので、ちょっと今日までリラックスモードでさせていただいております。ありがとうございます。そう、本当に休むとリラックスしすぎて超パワーを今貯めてます。これもいけました。ネイルもいけて、ニューネイルに変えれました。本当に可愛いの、ネイルがもうね、やばいよこれ、やばいでしょ、ちょっとちょっとこれはめっちゃ可愛くてずっと見ちゃう。女の子のみんなお揃いにしようよ男性もなんか最近流行ってますよね。流行ってるっていうか、男性でもねネイルしたりしてるよね。まあリボンはつけないかな、みんなどうなんだ。今回は割とシンプルめに、前回が結構オーロラピンクでもうパーツめっちゃみたいな感じだったから、なんかね気持ち的にちょっとホワイトな、ちょっとシンプルめにしようと思ってリボンつけたのに。そうです。どうやって決めるの、ネイルのデザインっていうのは、私はインスタで探しますね、ハッシュタグで。ネイルとかグラデーションネイルとか、そういろいろ探して組み合わせたりします。この写真のこのパーツの置き方とこの写真のこの色でとか、そういろいろね。どうやったらお揃いにできるように、写真見せたらそのままやってくれるか、やってくれると思います。ネイリストさんたちはもうね、手が神業なので、何を言ってもしてくれます。きっとこの写真、こうインスタで載せよう、写真、ネイルの写真載せるので、ぜひ気になる方は見てね。どのぐらいの頻度でネイル変えるの？3週間ですかね。なんか伸びちゃうから、すごい伸びちゃったらね。で、ね、かわいい、本当にかわいい。ずっと見ちゃう。今月はこちらです。また来月は何するか、何もまだ決めてない。そうですね、そんな感じでリラックスした2日間を過ごしておりました。みんな優しい、ネイル可愛いって言ってる、ナナちゃんが可愛い、優しい、愛ですね。もうみんな心が白だ、真っ白真っ白
公演来るんだ。やった、あさって公演来ます。日曜日公演来るので皆さん会えるじゃん。嬉しいね。24のパジャドラも純情主義かな。どうだろう、わかんないね。お楽しみだね。いっぱいネイル見せますね。チラチラとかっていっぱいやろう。日曜日に会おうね。土曜日に来るの。お、やっぱ3日連続あるといっぱい会えて嬉しいですね。いろんな方に。イソップって持ってる。今日店舗行ったら気になっていろいろ気になる。ね、持ってないな。オーガニック系のお店ですよね、確か。持ってない。うん、持ってないですね。でも一回プレゼントであげようと思って見に行ったことあります。ハンドソープ。ああ、3日間あると髪型迷うな。どうしよう。久しぶりにハーフツインしたいんですよね。みんな結構ハーフツインにしてっていうコメントいっぱい見たから。ハーフツインありだよね。迷ってる。目撃者バジャドラだから、目撃者はちょっとおとなしめでいきたいな。お楽しみにしてください。何にするか。ではそろそろ終わろうかなって思っておりますが、どうですか。ダメダメ。明日はできるか分かんないけど、3日間公演あるから、そのね、終わった公演終わりとかにまた多分やると思うから、またその日に会いましょう。公演頑張ってください。ありがとうございます。楽しみます。モバメ待ってます。モバメ送るね。じゃあおやすみというメール送るから待っててね。3日間頑張ってね。ありがとう。楽しみます。13位イサオさん、12位ヤマちゃんさん、11位ドレイクさん、10位ローリーさん、9位ハヤさん、8位金子さん、7位トシッチさん、6位ヤスヒロさん、5位レナメロちゃん、4位銀一のケンさん、3位ルンルンさん、2位ゆずこしょうさん、1位ちぐまささん。ありがとう、みんなありがとうございます。いつもね、ありがとうありがとう。配信ありがとうね。こちらこそ見に来てくれてありがとう。
おやすみ。みんなゆっくり休んでね。触覚、これ前髪触覚かな。ありがとう。おやすみだよ。もう終わっちゃいます。お風呂頑張ってね。頑張る、頑張ってくるね。お風呂、じゃあね。ありがとう。スクショタイム。怖っ、ホラーだったよね今絶対。ごめんね。バイバーイ。おやすみ。またね。バイバイ。